サッカー日本代表、ベスト4進出おめでとう。それにしても北朝鮮のプレーがあんなにひどいとは。日本選手が怪我するのではと心配でした。終了してからもレフェリーに詰め寄る北朝鮮。後味の悪い対戦相手に負けずによく戦ってくれました。写真、選手が団子状になる場面も、サッカー好きで知られる歌手の小柳ルミ子が、10月1日。 自身の X ・ q ツイッターを更新。北朝鮮選手のラフプレーに対し苦言を呈した。杭州アジア大会のサッカー準々決勝で北朝鮮と対戦した U から22日本代表は2 1で勝利。4強入りを決めた。試合では北朝鮮選手のラフプレーが目立ちましたが特に驚いたのは72分。 日本代表スタッフがピッチに入り選手に水を配っていたところに北朝鮮選手がやってきて水を要求スタッフから水を奪い取るとそのスタッフを殴ろうとするかのように拳を振り上げ威嚇したのですこれには審判がすかさずイエローカードを出しましたさらに試合終了後も北朝鮮選手は審判たちを取り囲み声を荒らげながら執拗に詰め寄りました 異常な光景でをを逸した行動だと言わざるを得ませんスポーツ担当記者元 J リーグチェアマンの川口三郎氏も自身の X に勝利したものの北朝鮮の明らかに怪我を狙ったひどいプレーをレフェリーが見逃し続けた FIFA レフェリーとはとても信じられない日本選手が大怪我しないかを心配しながら見ていた 試合終了後もレフェリーに突っかかっていたが何らかの処罰が課せられるべき行為だった。と投稿、北朝鮮選手の行動と審判に対して非難の声を上げている。SNS では、この試合をせいで見てましたが、北朝鮮選手による日本人選手への悪質なラフプレーもひどかったし、試合後の暴動はありえなかった。 スポーツマンシップの欠片もない北朝鮮は国際試合に出場する資格はないと思う。アジア大会で集体をさらしたサッカー北朝鮮代表、FIFA も AFC も国単位でペナルティを課して少なくとも1年間は全ての年代カテゴリーにおいて国際大会の出場を禁ずるべきだよ。審判と対戦相手に対するリスペクト以前の話で、彼らは競技者としての資格がない。など、 北朝鮮チームに対して何らかのペナルティを求める声が溢れている。さらにはこのような心配の声も「これさマジで W 杯予選どうするんだろこんな国をアウェーにして日本は戦えと本気で中立国開催してくれないとフェアじゃないよな」A 代表も W 杯予選北朝鮮と試合するけどアウェーでの北朝鮮戦とか絶対無理だろ。 11月から始まる2026年ワールドカップのアジア2次予選で、日本と北朝鮮は同じグループになっており、2024年3月26日に北朝鮮での対戦が予定されています。W 杯予選で日本が北朝鮮と対戦するのは2011年以来、同年11月、平壌・キム・イルソン競技場で対戦したときには、0対1で敗れています。 日本チームは入国する際、空港の荷物検査などで5時間を要し、携帯電話も没収。ホテルでは完全監視に置かれました。スタジアムでは慣れない人工芝に苦戦、スタンドを埋め尽くした5万人からは容赦ないブーイングを浴び続けました。まともな環境での試合は望みようがなく、第三国での開催も検討されるべきでは、どう ?SNS には日本サッカー協会に、 毅然とした対応を求める声も多い。